とかしたことはあるんですけど、あの刺繍こう埋めてく刺繍のやつをしたことが、あすごいこれ降るんだ。純也さん、これ何だっけ、なんて言うんだっけこれ。結婚式とかでさ、フラワー投げるやつ。ありがとうございます。俺知人にありがとうございます。チャーレタスさん、ありがハート、そうありがハート、たくさんありがとう。フラワーえちゃな、フラワーブーケちゃな、ハート楽しい、エッチさん、イエイ。フラワーブーケだったっけ、そうかをやっていきたいと思うんですけど、ちょっと初めてなんですよね。初めてなんだけど、あんまり初めてなくせに特に何も調べずに持って買ってきました、100均で。今日はそれをしつつ配信しようと思います。ちょっと全くわからないやり方が。まずはあの枠ですね、刺繍ので、糸も買いました。でも本当に初めてだから、あんまり使わない色で一旦作るのもいいかなと思います。マックス鹿児島世界スクールさん、ハート3つありがとう。刺繍です、ワクワクしますね。まあでも私がこう刺繍をしてる間、多分皆さん暇だと思うので、一緒に雑談をする配信と思っていただければ幸いなり、幸いでございます。首にはかけません、そうです。また知った本当におバカさんなので、ちょっと急に1回目なくせにちょっと背伸びしたがる人間なんですけど、今めっちゃやりたいの、このすごいモコモコの刺繍のやつがやりたくて、でも1回目だからやめとけって言いたい気持ちもわかるんだよな、わかるけど、わかるんだけど、ちょっともう挑戦したい気持ちもある。どうしよう、迷う、挑戦をしようか迷うな、どうしよう、どうしようかな、普通の刺繍にしてた方がいいよね。待って、ちょっとデザイン思い浮かばない今んとこ。やっほー、背中の時は少しやりましたよ。でもちょっとお昼からちょっとね予定があったから、ちょっとそれからできてないんだけど、お前は、そうなんですよね、ちょっとなんかデザインが思いつかなくて、誰にしよう、どういうのにしようかな。闇町レース、ちょっと、ね、布もなかったから、布は多分これなんでもらったんだっけな、ちょ、 T シャツ、冬の T シャツで、あー、はい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 、生み出しました、冬の T シャツにやりたいんだけど、ちょっとね、こんな感じの、ちょっと文字があって真ん中に、その文字にかぶせる感じでやろうと思ってて、なんかエイト君はやろうと思ったんですけど、それは上手くなってからにしようと思って、パピとかも作りたいんだけど、パピとかエイト君とかはちょ上手になってからやりたいなと思って、だから結構いろんな色があるんですけど、あんまり使わない色を練習でやろうかなって思ってます。はーい、どうしようかな、なんかこのあんまりつく、多分パピとかを作るとすると、この灰色とか白とかが使わなきゃいけないので、エイト君も黄色とかなんで、緑色とかピンクら辺で
作りたいなと思ってます。まあここら辺の結構濃いめの色とかでもいいんですけどって思ったら何がいいかな。で真ん中にドンってくるから、真ん中に来ておかしくないものってなんだろう。ちょっと T シャツ真ん中もえって調べてみよう。 T シャツ真ん中しよう。なんでメイクしたの？メイクしたのは理由はないですね。配信しようかなと思って、そろそろあと自撮りしなきゃいけないなと思って、そう、そろそろみんな私の毎日同じ時に撮った写真を送ってるから、そろそろ新しい自撮りを取り入れようと思いまして、パピちゃんは作る、パピちゃんパピを作りたくてか、やろうと思ったんですよ。でもちょっと1回目にパピやって失敗したら糸がもったいないから、パピじゃないの作りたいと思います。何に主張するの？ T シャツ本買ったの？こんばんは。あ、無音武蔵ポピーさん、ポビーさん、ありがとう、ありがお花。どうしよっかな。結構 T シャツとかってさ、こうちょっとずれたところに模様ありがちだから、なかなか真ん中って難しいですよね。なんかこれ本当アイドルになってからの、あ、クマを茶色って縛られてたけど、そうクマもいいなと思ったの。でもピンクでクマちゃんとか作っても可愛いか。こんばんは、さしこいのちさん。こんばんは、みくさん、1006さん、ありがとう。まくりでしさん、お花ありがとう。こんばんつー、ぽこちゃんも作りたいから後でああリンゴとか食べ物もいいですよね。失恋したのは きっとあれだよ。ちょっと、ま、もっとね良さが分かる人に出会えるよう。うんうん、キーちゃんのね良さが分からなかったんだよその人は。うん、なんですか。ご飯食べない？今は食べないよ。昼ご飯食べ過ぎてさ、そうだよね。いや失恋か、青春だね。いや傷ついてる。失恋ね、失恋、失恋ありがとう、ありがとう。今日まで、あと私あれ踊ったことないんですよ。あれみんな意外かもしれないけど、私一回も踊ったことなくて。親友のか思い込んで、死ぬの生きるのって騒いでた、好きになるのも苦しいくらい。迷う色、猫ちゃんにしようかな。ポコちゃんじゃない、猫ちゃん。眠れぬ夜を乗り越え、あ、ひらめきました。まあ糸多分茶色とかはもう正直買うしかないから。待ってこれこういうもんなんやちょっと待って、わからん、わかりません。乗り越えられた、これ繋がってるんだ。ちょっと抜けた、そういう感じね。はいはいはい、決めました。デザインちょっとイラストは自分で描こっかな。まあイラストなんかどっかの探して印刷とかでもいいんだけど、
自分で書いた方が早いかなと思うのでちょっとやろっかな。そっか、失恋か。マキツガガシマさん、おっぱいありがとうございます。ありがとう。そう、 T シャツに刺繍します。そう、刺繍に挑戦でございます。今日の使うのはちょっと光があるからあんま分かんないけど、これはねちょっと余って、エイト君つく、まあいいや、買えばいいや、買えばいいや。でも待って、あ、こっちの色にしよう。こっちにエイト君使えそうだからこっちにしよう。そうなんですよ。そう、いつ本マス来ても、でもね、覚えてないけど、覚えようとしてないけど覚えましたよ。結構あの曲ね、覚え振り簡単なんですよ。でんてて、ドゥ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 、失恋だだだだだじじじ、このやつですよね。だ悲しみよ、じゃんじゃ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 ん。だから多分大丈夫です。覚えるっていう時になったら多分一日で覚えれると思う。そう、多分いつかやりそうですよね。いつかやりそうだよね。どれくらい時間かかるかな。まあ今日で終わらなかったら、まあまた調整したいと。こっちにします。多分黄色エイト君でも使いた、オレンジでもいいな。あ、わかったわかった。あ、これにするわ。この3つにする。これにする。刺繍やったことある人いるかな。この3つで作りたいと思います。今日はイエイ。段取りめっちゃ悪いんやけど、どうしよっかな。初めて作るから。のにいさん、花ありがとう。ありがとう。ない、みんなないんですかね。にゃんにゃん、で何を作るかは、どうしようかな。秘密にしときますね。できてからのお楽しみにします。刺繍やったことなさすぎて、まずどこから始めるかがわからないっていう。どうだろう。そう、手元はちょっと見せるのが難しくて、あの今配信してる端末がちょっと下に傾けれないので、そうですね、まあ、ちょ、皆さんは、私は刺繍してますけど、あのお話ししながら刺繍するので、あの本当気にせずに、本当刺繍興味ない方は本当なんか適当に、例えば今日の昼ご飯何食べたの、カレーだよみたいな感じで答えるんで、あの質問してくださいの方がいいかなと思いますって思いまして。まつげ今日めっちゃ上げましたね。よくお気づきで。ちょっと照明当たってるからあんま分からないかも。おお、でもさ、なんかさ、あんま分かんなくない？分かる子。あー、バッグね、昔も私の母も作ったりしてましたね。そう、
今日はちなみに裁縫道具は小学校の時にあの買わされますあの刺繍のバッグです。そう、どこかのブログ今見てますネットで。そうですね、今日はね7時に起きました。7時半かな、いや7時半。こんばんは。今日の晩ご飯はまだ見てないです。そうですね、たまに見せますね。たまにカレー食べましたよ。このイヤリングは結構前に、なんで刺繍したくなったかというと SNS でやってる人を見て、でもずっと前から、ね、結構やりたくて、あ、ちょっと時間今あるしやろうと思って買いました。そう、スタバは行かないですね。だから定番ないです。スターバックスは私3年に1回くらいしか行かないかも結構スターバックス飲むときは、まあ、1年に1回くらい飲むんですけど、それはなんでかっていうと結構1年に1回何かしらスターバックスの差し入れをいただいたり、スターバックス買ってくるけど欲しいものあるって言って差し入れをくださったりすることがあるから1年に1回くらい飲むんですけど、スターバックスは全く行かないですね自分からは。まあ、理由はね、まあ、普通に特にないです。高いなっていうのと、私あんまり甘党じゃなくて、なんかスターバックスの、なんかスターバックス行くと期間限定のやつ飲みたくなるじゃないですか。そう、期間限定のやつが飲みたくなって、それで期間限定のやつ買うとめちゃめちゃ甘いじゃないですか。だから私いつも甘くて牛乳足して凍らせて飲んだりするんですけど、だから最後まで飲めなくてそうなんですよ、だからあんまり買わないんですよね。スターバックスはね行かないんですよあんまり。スターバックスねおしゃれですけどね。そのスターバックス好きなメンバーとかいますよね。結構ねスタバに行きたいってよく言ってるメンバーとかもいますけど、うん、特に私はないですね、行かないんですよ。だからスターバックス何があるか全然知らなくて、そう今日ドボン更新したんでコメント見てみてください。ドボンもね落ち着いたんでまたちょこちょこやりたいと思います。 あとドボンのあの100位以内のランキングも書く予定なので安心してください。うーん、スターバックスってさカロリー高くないですか。多分なんかあれって本当になんか飲み物代というよりあのおしゃれな雰囲気を買ってますよね。なんかそうパソコンで作業したらかっこいいとかねありますよねスターバックス、そうですね、そうそうそう、コーヒーとかだったらまあ普通ですよ。なんかねああいうとこ行ったらさコーヒーだともったいないかなと思っちゃいますね。あのおデブちゃんの考えかもしれないけど、なんか自販機で水買うのもったいないなみたいな。あんま私カフェとか行かないからね。なるほどね。オッケーです。それでは挑戦しようと思います。まず内側のをここに置くと。ピーヨコちゃんマン NHK48 公式さん、ありがドライあれがフラワー。ありがフラワー。他の喫茶店もあんま行かないですね。なんかこう人と話す時とかそういう時とかに話す場所を探して行くみたいな感じかな。あんまり一人でカフェ行かないかも。そう、私勉強でカフェに行ったことがなくて、まあ、なんでかっていうと緊張するじゃないですか。
でもなんかまあ行ってみたいなっていう憧れはあった。なんかよく勉強してる人のやつとか調べてたりするとなんかカフェで勉強してますとか聞くじゃないですか。だからちょっと私もカフェで勉強してみようかなって思ったことがありますけど結局行かなかった。そう、ラスカルさん、何これ何これ、ハートか、ハートありがとうございます。そうそう、名古屋の高層ビルの下は日本一高い。場所によって値段違うんですか。家族はコーヒー飲みますよ、お母さんとか。出演おめでとう、ありがとう。私紅茶の方が好きかもしれない。お代理と、そうお代理と喫茶店ってもうご飯っていうか、そうそう、そういう感じでメンバーと行くことしかしないかも。インナーカラーね入れたいんだけどちょっと今は入れなくて。そうなんですよ、入れたいんですけどね。あ、高さが高いって高いってこと。タラダン、へえ、そんなとこにあるんだ。行った行かないかは知らないな。行ってみたいですね。いつか。よし、始めるぞ。今こんな感じで挟みました。フミティさん、ありがハート。次インナー入れるとしたら何色にしよっかな。考え中です、すごく悩みます。パピちゃんもね、慣れたら作りますよ絶対。まあ正直練習なんでちょっと適当にしようかちょっと適当にしようか。インナーじゃなくて染める、全然染めるのもいいと思う。なんか今ね染めたい欲が特にないから染めてないけど、もしかしたらあこんな髪の毛の色にしたいなみたいななんか出たら染めるかもしれません。まあでも今は特にないんだよな。まあでも私は本当思い立ったら急にやる人間なんで、もしかしたら気づいたら染めてるかもしれない。もうちょっとちっちゃくてもいいかも。そう、もうみんなお気づきかと思いますが、私思い立ったら気づいたらやる人間なんでございますよ。お、いいんじゃないですか。いいんじゃないですかね。いいんじゃないですかね。オーケーできました、できました。下書き結構適当ですけどできました。ラーラララ、明日染めてたらおどく。明日は染めてないな。ワンちゃん、ワンちゃんありますね。ワンちゃん、まず最初に糸を優しく引き抜くように抜いていきます。だそうです。深めのグリーンに合いそう。え、本当ですか。本当でございますか。皆さんパーソナル診断ってわかります。人間にはなんかブルベとイエベがあるらしくて、まあ、いろいろ細かく言ったらもっとちょっとあるらしいんですけど、またイエベの中でもイエベ春とイエベ秋とかブルベ
夏とブルベ冬みたいな感じで、あげぶってます、はい、っていうのがあるらしいんですよ、ですよ。そう、そのパーソナルカラー診断っていうんですけど、それを押してみたくて、なんかそれをするとその人にどんな髪の色が似合うかとか、どういう服が似合うかとかがわかるらしいんですけど、ちょ、私やってみたいなって思ってて、でもそのブルーベースイエローベースを診断するだけでも、もう高いところだと本当に何万円、1万円くらいしたりとかするんですよ。で、私安くても5000円くらい、髪の毛切るわけでもないんだけどそんなにするんだなやっぱりと思いまして、そう、でも行ってみたいんだよね一回。私は多分イエローベースだと思うんだけど、だから最近調べてたらブルーベースの黄色が強いブルーベースみたいなのもあるらしくて、本当にそうらしくて、もしかしたら私そちらのパターンもあるなと思って、セルフ診断はしてるんですけど、結局セルフって自分のなんて言うんだろう、あのめっちゃ長い紐、自分のさ主観、自分の主観が入っちゃうから、やっぱりなんか確実ではないじゃないですか。そうだからやってみたいなとは思ってるんだけど、ちょっと高いから今やることでもないかなとかと思ったりしてます。まあでも一回やったらもうそれでおしまいだから、一回やってみるのもいいのかなとか思ったりもしてます。あ、大丈夫これ、あちょっと大丈夫じゃないかも、私の雑な性格が、くそちょっとダメかも、ここら辺がダメかも。あの結局多分ね、どうなんだろうね、そう、チョコミントさん、あ、ありがとうございます。確かに自分で資格取れば確かにいいかも、でもちょっとそれの労力を考えたら5000円で診断してもらう方が早いと考えるか、自分で取る方が早いと考えるかですよね。ポコちゃん好きそう、確かにポコちゃんはね、最近ね、最近っていうか昔からなんですけど、本当に小さい、本当こんくらいのビーズ、本当にちっちゃい、まあ、ちょっと人間だったらあんまり見えないビーズでね遊ぶのにハマってて、あ、やばい糸が、そうなんですよ、似合うか似合わないか結局好み、いや好みで好きな色はあるけど、でも確実になんかね、似合う似合わないもあるけど、そのなんかその服の色をつけると肌が白く見えたりするんですよ。そうなんか例えば、まあ、ほんと人によるんだけど、小松菜奈さんって絶対黒髪の方が似合ってる感じがするのってわかりますかね。なんか茶髪より黒髪の方が例えば顔が明るく見えたりする肌の色とかあるんですよ。そう、そう資格取るのお金かかるし、高いしね、普通にそれに大変だしねっていうのがあって、そう小松菜奈さん大好きですよ。夏と冬でも変わるんですよ。そう、例えばイエローベース春だと結構本当に可愛いピンクが、コーラルピンクみたいなのが似合うんだけど、イエベ秋になったら次はなんかちょっと大人っぽいメイクが似合うみたいな、大人っぽい色の本当に秋で想像するようなオレンジとか
が似合ったりとかするらしいですよ。やっちまったぜ。よいしょ。欲しい資格か特にないな今。セリカちゃんはね、私はどうだろう、セリカちゃん多分姉、本当は多分セリカちゃんブルーベースだと思うんだよね。だから本当はあ、でもイエローベースの春という可能性もあるからね。なんかイエローベースでも肌が黄色いからイエローベースじゃなくてなんかないらしくて、本当に肌がブルー、なんかそうなんかね、いろいろあるらしいですよ。まあちょっと難しい、私もプロではないんですけど、だからは全然わからないので行きたいなと思ってね。最近ドラマ見てないんですよね。ドラゴン桜くらいかも。ドラゴン桜ちょいちょい見てますけど、6話を録画し忘れたみたいで、お母さんが6話見てないんですよね。そう、6話見てないんですよ。ちょっとこのたった糸だけですごくすごくすごく苦戦している、すごく苦戦している宇多田であった、すごく苦戦している宇多田であった。髪色似合うとあやねちゃんみたいに覚醒する。そうそうそう、あやねちゃんは覚醒したよね、本当に。めっちゃ可愛くなった。はい。あのさ、お、これがちた。おかずって残した方がいいの？あ、いいよ、全部食べて。あ、ちょっと一口。絶対聞こえてないや、まあいいや、まあいいや、また作ってもらえばいいか。よいしょ。ね、すごい長いね。夕飯食べないですよ、お腹いっぱいだもん。昼ご飯食べすぎて。そして今3つ折り、2つ折りしたからもう1回かなと。何回二通りしてるんや。これで2本でしょ、これで4本でしょ。これ2回目でしょ。あ、これで完成。というか、1,2,3 多分8,4,4に4,4のと思う。1,2,3,4,5,6,7,8,4,4 もう一回か。こうだな、多分こうだな、こうやな。左右の束からそれぞれこうしての、そうだね、こうしてはいはいはい、なるほどなるほど、晩ご飯は多分カレーじゃなくて炒め物かな。今日多分配信ね長くなりそうだから、みんなねながら見でいいよ。天才だよね、やっぱり、やっぱ天才だな。困
っちまうな。天才は困っちまうぜ。今 YouTube の動画見てる。今日のご飯お腹いっぱいだよ。今日欲張りすぎたんだよね。え、みんなはこう同窓会とか行ってみたいなとか思うタイプですか？と思わないタイプですか？なんかあれって結構綺麗に分かれません？行きたい人と行きたくないっていう人。思わないタイプですか？おお。みんな思わないんですね。かゆい。ゴリゴリ。あれ。ちょっと長いか。行けるなら行きたいタイプ。あ、わかります、わかります。左右の束から4本ずつ取って1、2、3、4。1、2、3、4。真ん中で一つにすると8本になる。8本になるだと。あー、ちょっと頭がこんがらがってる。この人は何回おった？この人は何回刺繍の人をおったんだ。確実に私は折ってる回数が足りないぞ。この時は2本、はい、ここで4本。はい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 。三つ折り。あー、なるほど。ここで分かりました。私の一つの間違いに、一つの間違いに気づきました。あー、やっちまった。こういう雑な性格がダメなんじゃって何か言われたらわかるんや。まあ、会いたい子とかいるの？会いたい子？会いたい子？ああ、でも友達とか、なんだろう、連絡するほど仲良くないけど、小学校の時に仲良かった子とかには会いたいなって思います。そう。なんか、こう、私連絡取ってる友達とか本当あんまりいないんですけど、その連絡取るほど仲良くないけど、仲良くないっていうか親密になってなかったけど、よく一緒に遊んでた子とか会いたいと思います。でも私ね、同窓会はね行ってみたいんですよね、一回は。でもこれはね、私小学校の時から思ってたんだけど、同窓会は一回は行きたいってずっと思ってる。そうなんですよ。そう、私でもね、成人式の時ね、3学年なんですよ、成人するのが。なんか私の時に年齢が18になって、
そうなんですよ。18になるんで、なんかどうやってやるんだろうとは思いますね。すごく気になるところでございます。そうなんですよ。おお、来た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 、来ました、ついに来ました。やっと意味が分かった。何やってんだろうなこの人って思ってずっと見てたけど、やっと意味が分かった。そうだから、3世代合同にするのか、何日って分けるのかみたいな。でも私もね、日程分ける気がするんだよね。3世代合同だと正直誰が誰か分からないだろうし。そうなんですよ。そうだからね、分けそうだなと思ってる。同窓会は何度も開催されてませんね。今まで一回も開催されたことはございません。でもまだだって高校生だよ。高校生でする、だいたい20、まず20歳で一回やるでしょ。でそれで同窓会をするようなアクティブな生徒がいた場合、同級生がいた場合のみ27とか25とくらいで1回して、でまた30くらいでまた1回するとかじゃないですか。本当にそういう計画する人がいたらですよね。こうでできました。それからの、それからの、こうしてこうしてラララララ、あらら、ちょっと綺麗じゃないわ。腹毛ね、どんなんでしょうか。全く何も考えてない。でももう準備そろそろですよね。早い。そうで、同窓会ね、みんな変わっていくのかな。どうして、どうして、どうして、あー、日本語、日本語、1234、こういうことですな、こういうことですね。でしたら1234567、 OK、 完璧できましたね。よし、それでは動く、切ります、糸を切ります。まだここ、まだ縫ってないです。そう、8メンバーの同窓会とかもおばあちゃんになってもしたいですねと思いました。そうしたい。木造の小学校ってなんかいいよね。母校に帰ろう。それではただいまからカット作業を行いたいと思います。それでは慎重に切らせていただきたいと思います。その前にこっちから揃えてからにしたいと思います。あー、 OK、 それでは切っていく。一番長生きしそうなのは誰だろうね。まあ、純粋に年齢が若い人がまあ長生きするとは思うけど、
どう想像できないな。全く想像ができない。床に穴開くんだ。へえ。それでは切ります。切り味が悪いです。切れたー。で、こっちも切っていきまーす。待ってやばい、これだけで47分経ってるんだけど、やばいやばい、ちょっと途中で終わるな、これは絶対確実に 100%。 沖縄って長生きなんだ。へえ。そうだよ、これ小学校の時の使ってます。そう、もうお母さんの裁縫道具もあるけど、まあ、ちょうど小学校のが出てあるので使ってます。そう、続きはウェブでになっちゃう。やばいやばい。毎日ヤクルトとか野菜ジュースのルーティン。でも私は朝ごはんが母が作ってくださるんですけど、その朝ごはんが基本毎日一緒なんですよ。そうで、基本毎日一緒なので、それがまあルーティンみたいな感じですかね。朝は必ず魚が出てくるんですよね。魚とあとはちょっと待ってね、こうか、卵焼きと味噌汁と、あとはヨーグルトと、あとオートミールかな、あとはのみか、あとサラダが出るので、毎日それを食べてるのがルーティンですかね。そう、いい朝ごはんでしょ。私、食べ物についての好き嫌いはほぼほぼないです、基本的に。なんか強いて言うならまずいもの。ほんと強いて言うなら、まあ、何かしら腐ってたりとかしてまずいもの以外は食べれます。それなかなかないと思いますけど、うん、なんかあ腐ってるなみたいな、腐ってても変な味するとか、そういうの以外は、あとほんと下手ものとか、普段みんなが普通の食事であんま日本の方が食べないようなもの以外は基本的にどれも食べれる。あ、納豆はあんま食べるけど朝ごはんでは食べてないか。そう、朝ごはんなんですよ。母さんに感謝って感じです。全然納豆も好きですね。ちなみに納豆スパゲッティが好きですね。レバーも大好き、山菜とかも大好きです。やっと糸が切れました。おい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 、最初って難しいけど、絶対これを次やったらもっと早く作れるって考えたらすごいよね。そう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 、ちょっと洋風も入ってる。ヨーグルトもね、ちなみにこだわりがあって、そう、最近山菜でさ、やわらびかな、わかんないけど、
その山菜をいただいて、まあ、ちょっと前だけど数ヶ月前くらい、それめっちゃ美味しかった。よっしゃい、3つに分ける。できた、やっとできたよママ Just try the man。 めちゃめちゃスタッフさんの市場で入れられましたよね。一回ボヘミアムラプソディがコンサートに。ナットパスタ美味しいですよね。 AKB の罰ゲームで虫食べるのはきついな。うーん、まあでも牛乳って何だろう、タンパク質、うん、ヨーグルトは豆乳ヨーグルトみたいな、なんか豆乳をヨーグルトにする機械でヨーグルトにしたり、あとはヨーグルト、普通のヨーグルトでも、を買ったりして混ぜたりとかしたりして、その上に麹を入れるんですよ。なんで麹入れるかっていうと、プレーンヨーグルトって甘くないじゃないですか、まあ、甘くないヨーグルトが好きな方もいると思うんだけど、その甘くないヨーグルトが好きなんだ、いいんだよっていう方もまあいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと甘くないんですけど、あの麹を、あの私のお家でございまして、お家はあのホームベーカリーがあるんですけど、そのホームベーカリーで麹ちゃんをね、なんかね、そのなんてやるんだろう、あれなんて言うんですかね、なんか分けるとなんか麹をなんか分けるとじゃなくて、なんか調理するみたいなボタンがあるんですけど、それやると甘くなるんですよ。こうそう、米麹なんだろうな、あれお母さんが全部やってくださってるんでちょっとわからないんですけど、そう甘くなるんですよ。で甘くなって、それを砂糖の代わりに入れて、でプラス私が肌が白くなりたい理由かなんかで、一回カシスをね買ってほしいって言って、カシスを買ってもらって、それをヨーグルトに入れてもらってたんですけど、そしたらなんかそれが習慣になりまして、カシスパウダーが入ってるヨーグルトを食べてます。そう、歌だけどというよりは母のこだわり朝ごはんっていう感じでございますね。そうなんですよ。でけた、三つ編みでけた。なんかこうして糸をなんか絡まんないようにしてんのかな。え、そう、砂糖とか入れてないんだけど、麹がね甘くなって美味しいんですよ。なんかお湯に入れたら麹の甘酒みたいに、あ、甘酒かな、別に砂糖入れてないんですけどね。そうなんですよ。できた、よし。ちょっと今日の目標は刺繍のあの外側の線を完成させるの目的でいきましょう。はい、そうそうなんです。そう、シャレオツでしょ。ちょっと待って、オッケー、ちょっと待って、はい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 、次刺繍の針を出す。刺繍の針もこれ小学校の使います。え、何本使おう。
えちゃう。これは刺繍の針ですね。え、これは1本でやるべきか2本でやるべきか。え、鼻かゆい。分からないな。一本でもいい気がするな。ちょっとわからないな。え、ちょっと待って、これどうやって出すのかがわからないんだけど。いちょっと待って。これ三つ編みにしたのはいいんだけど、これちょっと待って、これ三つ編みにしてどうすんの。ちょっと、あ、こういうこと、あ、こういうこと。おー、取れた。じゃん、二本にしよう。切磋琢磨さん、ありがとう。お花 YSA73 あとまくイケビングの質問めると、ありがとうさん、ありがとうハート。はい、2本出しました。そしたらその次は何をするのでしょうか。なんかほんと今日ねめちゃめちゃ食べたんですよ。めちゃめちゃ食べて、どんな気もするんだよな。あー、今ちょっと糸の本数で悩んでます。これ結構太いよね、この糸。カレーは飲み物。どうしようかな。ミスだから LINE 来てた。ですね、うわ怖い。でん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 、今確認中です。この人は、いや一本でいこう。一本にする。結構みんな細い糸でやってるんだよね。いや一本にする、一本にします。で一本、皆さん使い方知ってます？ここからの針にこれを通して、針に通しておかきさん、ありがおんぷちかみとさん、ありがお花わさびさん、すげえ、もう私の顔が見えないくらい。え、待って、糸太すぎて通らないんだけど、これは自力で通せっていうこと。待って、そんな方ってあるの。しょうがない、自分で通すか。はあ、
さっぴさんありがお花待っててもらんないんだけど、なんでだろう。わあすごいたくさんお花のカーテンだ。ちなみに今みんな何してる？そろそろ私のこの刺繍の配信に飽きてきた頃だと思うけど、ちなみに今みんな何してる？うわー、取ったー。あー、取ったぞー。イエーイ、取りましたー。僕ドラえもんです。糸が通りました。のび太くん、糸が通ったよ。もうドラえもん、うさいよ。やった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 、カッパエビセン。はちょっと一応怖いんで玉結びは2個しときますね。のび太くん、やっと針に糸が通ったよ。ごめんなさいなのだ。やっと通ったのだ。嬉しいのだ。ブーキブーキ、春の糸が通ったよ。イエーイ、リロ大好き。さっくり、イエーイ。ごめんなさいなのだ。うん、おい、俺しんのすけだぞ。たてててててててやん。ぶー、困る、止めるの、どれちゃった。お母さんはね、刺繍、刺繍じゃないけどこういう裁縫得意なんですよね。そうなんですよ。お母さん昔はねめちゃめちゃ痩せてたから昔は本当にガリ結構痩せ体型で、なんか市販の服が入らなかったらしい、ブカブカだったらしくて、自分で服作らないと服がなかったから作ってたみたいで、刺繍得意なんですよね。だからお母さんに教えてもらったら一発なんだけど、うん、まあいいでしょう。やっと通りました。次、1時間経ったこれで。ヤフーフーフー、いや、これどうやってやるんや。いや、これどうやってやるんや。いや、これどうやってやるんや。あ、どうやってやるんや。ポリポリかゆいな。そうなんだ。あ、そうか。おー、ぐたくん、ぐたくん、はあ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 。ちょっともう自分でやってみる。わからないから。ちょっと自分でやってみるよ。ふーぐたくん、ちょっと自分でやってみるよ。
もうわからないから自分でやってみます。ちょっとさっきちょっと自分でやってみろね。ん？ちょっと待って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 。ちょっと待って。こうだよね、今こうなってるよね。間違えてたよ。まあいいや、まあいいや、これでいいわ、これでいいわ、これで。それではやっとの一針目抜いたいと思います。テレレレレレそれでは抜いたいと思います。おお、下書きがほぼ意味ないね。おお、いやー楽しいな、楽しいな。ん？これやり方合ってますかね。うん、合ってるかな。でも楽しいから多分合ってる。ちなみに私、皆さんもお気づきかと思いますが、料理をしたら調味料をちゃんと測らないタイプの人間です。目分量っていう感じですかね。はい、皆さんお気づきですよね。そうです、私料理をしたら目分量するタイプです。ちなみに血液型は A 型です。よく A 型は几帳面とか言いますけど、私はさほど几帳面ではございません。この時点で血液型の性格診断は間違いです。もう今の時点で縫ってる長さが違います。味見はちゃんとします。え、料理をしている時の味見ほど美味しいものはないですよね。そう、お塩は少々少々醤油こと醤油こと醤油こと、ちなみに川原美咲さんはとても几帳面ですね。はい、とても几帳面なのに急にざっくりするとこがありますね。料理のさしすせそ、それよく問題になってるけど忘れちゃうんだよな毎回。さ、砂糖、し、醤油、す、す、せ、そ、あれどっかが味噌だよね確か。あれし、しが塩でせが醤油じゃんかったっけ。んでそが味噌、あれ違うか、わからない。え、でも合ってたよね、私直したよね。みんなのコメント見る前に直したから正解だわイエーイ。
え、待って、全く下書きを見ないで作ってってるけど大丈夫かな。え、みんな料理にソース使いますか？私は料理にソースは全く使ったことがない。てっしゃいらなんて褒められちゃった。はじめハッツとミスターが混同してた。あー、確かにね、たまにちょっと似てますよね。ちょ、顔の系統似てるんですよね、自分でも思います。自分でもたまに思います。ミスターと少し似ているなって。ああ、ソース、そうか、オタフクソースもソースだね。確かに確かに、焼きそばの時はオタフクソース使うわ。私の頭の中ではあのカツとかのソースが頭にありました。え、もう下書き全く見ないでやってる。うわー、こういうとこだよな。いい感じ、こういうとこですよね。そう、そうやねん、こういう手作り感のあるところがいいんだよね。しょう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 、醤油こと醤油こと、牡蠣はオイスターソース、あ、そういうこと、味付け、味付けの話じゃなくてってこと。牡蠣は味付けをするなら私はポン酢かマヨネーズ。異論は認める。一人暮らししたら、自炊はしたい。で、私ホテル暮らしで一番きついのが自炊したご飯が食べれないことだから、一人暮らししたら絶対自炊をする。なんかあの自炊して、あのそのなんかあの一気に一日で例えば胸肉を茹でてストックしてチンして食べるだけにしたい。一体、得意料理？全部得意だからな。基本的なんでも作れるから分からないかも。でもね、最近ハンバーグをちょっと作ったらね、それを得意料理って言ってもいいと思うっていうくらい褒められたから。ハンバーグ、鍋では食べません。私はそこは食べませんね。そこは大雑把にはいけません。私は鍋では食べませんから、お皿に移します。ちょっと前髪が、ハンバーグ、土鍋でお米炊けます。私のお家は土鍋です。炊けると思います。あ、ロールキャベツね、一回作ったことある、家族に。今下書きを全く見ないでやってるけどめっちゃいい感じ。ハンバーグ美味しいですよ、うちのハンバーグ。うちのハンバーグ美味しいですよ。カレールー入れたら美味しいんだ。食べたことないな、カレールー入れたことない。でも宇多田家はあんまりね、揚げ物は作らなくて、煮物が多いんですよ。だから唐揚げとかあんま作らなくてね。そう、
名古屋飯は作らないの。名古屋飯って例えばなんだろう、例えば何ですかね。うん、ういろでもあんまカツとか作らないから、味噌煮込みうどんとかもあんまり家では作らないかもな。そう、家であんま作んないか。味噌カツとか手羽先も別になんだろう、愛知の味付けとかではなく普通に塩で鶏の手羽先なら食べますけど、ちょっとチラ見せね、こう今、あ、チラ見せね、こんな感じです。ひつまぶしもあんま食べないでございます。なんかさ、逆に愛知のものってこう街歩けばいっぱいあるじゃないですか、愛知に住んでると。逆に例えば愛知に売ってないものとかを食べたくなって家で作る方が多くないですか。なんかでもそう、かけて味噌みたいな、そういうかけたら美味しい味噌は持ってます。なんか例えばそういうのは鶏の胸肉とか、あのでよくダイエットしてる方で鶏の胸肉食べてる方とかいると思うけど、あんまダイエットに味噌あんま向いてないっちゃ向いてないんだけど、あの調理味噌は結構砂糖みたいなのが入ってるんであんまり向いてはないんですけど、なんかそういうのを食べる時とかにかけたりとかしますね。そうそうそう、いや、あと私ね、ちゃんとひつまぶし食べたのはなんか愛知で、全国学士会があったんですよ、昔ちょい前に、結構前なんですけど、お便りと一緒のレーンだった時かな。あの時あれお弁当出て、それがひつまぶしだったんですよ。ひつまぶしで、あの時に私初めてひつまぶしちゃんと食べましたもん。鶏胸肉はね美味しいですよね。オニオンフライ めっちゃ好きだったな小さい頃。なんか最近ね食べなくなっちゃったけど、はちょっと枠が足りない。もうちょっと上の方にしたいけどめんどくさい。そう、メッシュは染めたの XS かね。私がつけてたインナーカラーって言うんですけど、あのここに髪の毛の色が違う、あれ自体はつけ毛なので染めたわけじゃないから取っただけです。ひつまぶしは名古屋って言われてますよ。でも自分で食べたことはないかも。まず基本的高いんですよねお店。そう、全国学士会もう私呼ばれないから数少ないんですけど、最近はもう全国学士会自体できてないからやってないけど、味噌カツ好きですよ。でもヤバトンもね結構高いんだよねあれ。あ、通らない、あれなんで。あれ皆さんヤバトン行った方わかると思うんだけど、ヤバトンって結構高いんですよ。私もヤバトン1回しか行ったことないんですけど、私もねヤバトン時代1回しか行ったことないんですけど、ヤバトン高いんですよね。何やねんこれ、何やねんこれ、取らないやんけ。通った。なんかかゆい。糸が抜けてしまった。糸が抜けてしまった。
針から糸が抜けてしまった。そう、ヤバトンは高いです。なんか一回前お母さんとなんかご飯食べようかってなった時に、昼ご飯をヤバトン高すぎて、ヤバトンじゃない味噌カツのお店行きました。ちょっとね、ちょっとランチ食べようかって時にはあんまりなんだよ、高いんだよね。だからなんか例えばあんまり愛知来ない人が愛知に遊びに来る時とかに、取れたんですけど私の命綱が、見えるかな、見えますかね、こちらに針金があるの見えますかね。僕は諦めないからね、飽きた。まあこんなに、こんな先っちょがなくても私の力があれば、まあ、どうにかこうにか通っちゃうんですよね、この針金さえあれば。諦めないよ私は。そう、そう、お便りがさ、神奈川のコンサートで負けないことを歌ってたじゃないですか。あれ私あの曲大好きなんだけど、あの曲歌っていいんだね、コンサートで。私も歌いたい。もうちょっとお代理が歌った後に歌うことは厳しいんで、ちょっとあれなんですけど、あの曲めっちゃ好き。小さい幼稚園くらいの頃から好きで、本当に小さい頃から。あんま私音楽聴かないんだけど、その曲はねよく聴いてた。負けない、そう、負けないこ、負けないでですね。今ちょっと全然違う歌になってた。そう、負けないでの方が好きなんですよ。あー、何これ。神奈川出身だから、あ、そうなんだ。いてててててて、そういうこと、そういうことなんだ。落とした瞬間は結構失敗したんだけど、え、全然違うとこ乗ってるんだけど、どうして、どうしてここ塗ってるの、そこ縫いたいとこじゃないんだけど、全然違うんだけど、どうする、やり直す、ちょっと枠の位置もずらしたし、確かに感謝祭で歌ってたね。一歩目を、何時に終わるか決めとこう。多分相当かかるから、そう、みんなもねやることとかあると思うから、ちょっとやっぱりさ、正直推しメンの配信つまんねえなーと思っても、なんかちょっと使命感みたいなね、推してるから使命感みたいなのがあって見なきゃいけねえって思ってる方とかいるかもしれないしさ、という方のためにも早く終わらないといけない。そうそうそう、
そう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 、そういう方もね多分いらっしゃると。まあ私も今日一日刺繍をやってる、ちょっとそろそろドボンのランキング100位以内に入ったらした方の名前を書かないとまたバトフェスみたいになっちゃうから、そう、それも書かないといけないしなんだけど、だよ。ショック、糸通すの壊れたのショックやねんけど、ショックやねんけど、とてもショックやねんけど、でも僕は通す。おーおーおー、結構簡単に通るね。僕も過去のランキング見れますよ。ほっ、ちょっと不器用感が出てる耳だ。これは確実に下書きがないせいだな。でもそれもまた味が出て良い。でもそれもまた味が出て良い。そうそうそう。やっぱさ、推しメンの配信は見ときたいじゃん。でも正直この推しメンの配信つまんねえなーと思うとき多分あると思うんだよね。そうそう、だから私もあんま長々とやったらね、そういうさ全部見なきゃって使命感に駆られてる宇多田ファンを守らなきゃいけないから、そうそうやね。だからあんま長くやりすぎるとちょっとみんな困っちゃうから。え、そうそう、なんか頑張って作った感あったらいいよね。そうだね、歌歌ったらマシですかね。じゃあなんか歌歌いましょうか。え、歌ってさ素晴らしいよね。だって楽器とかってチューニングとかしなきゃいけないけど、まあ歌もまあ音程揃えたりとかあるかもしれないけど、基本的に何も使わずにさ不意にこう発することができるじゃん。ラーってもうこれで歌じゃん。素晴らしいよね。はっ、いや歌って本当にいい楽器だよね。素晴らしい楽器だよね。何歌おっかにゃー。何歌おっかなー。なんか最近好きな歌とかありますかね。私が知ってる曲、私知ってる曲以外結構少ないんですけど、まあちょっと刺さったくらいじゃへこたれないです。なんか最近ハマってる、あの歌好き。どこにいてもわかるんだ、その存在を感じてる胸のなななななな。なんか私の歌を昨日ね自分で練習してて、歌の、あ待って待って待って、思ったことがあるんですけど、またひとくできちゃったよ。そう思ったことがあって、
なんか私の歌ってあんま感情こもってない。犬の散歩は、そうガンダム関連紙飛行機。人生はか朝の空も見上げて今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いした。え、皆さんこの歌を聞いて多分まああんまり何も思わないと思うんですけど、私チームメイト入った時に、入って何年目かなあれ、まあ、入って 1,2 年目の時に愛知県でエイトの日やったんですよ。そう、愛知県でエイトの日やって、その時にもねこの365日の紙飛行機の歌い出しを歌わせていただいたんですけど、その時本当に声が出なくて、朝の空を見上げてここまでは出たんですけど、今日という一日が笑顔でいられるようにそっとお願いしたって、ここが本当に出なくて、声が高い声が、まあ、今もまあそんな上手くはないんですけど、今はちょいちょい出るようになったんですよ。あ、これは成長だなって思いました。本当にね、の歌のボイトリとかしてないから全然出なくて、高い声全く出ないなと思ってたんだけど、もう本当ギリギリに出してたんだけど今はもうまあ出るようになったから成長したなと思います。お、結構進みましたよ。下書きない割にはいい感じ。朝の空を見上げて、でもあんま歌は上手くないけど、まだそうなんですよ、やっぱ人間って成長するんだなと思いました。この歌を歌うたびに思うんですよね。はそうなんですよ、成長。なんかみんなが多分ショールームでしてほしい話って、まあ、結構メンバーのね裏話とか知りたいんじゃないかなと思うんだけど、特にないんだよな。あ、今あれですね、なんか AKB 新聞さんがなんかガールズなんちゃらみたいなやってますよね。で確かね、東がさやりんと誰だったっけな、誰だったっけ、誰でしたっけ、誰だったっけ、西はねせいかちゃんとミッサーとゆきちゃんだったんだけど、東誰だったっけな。そうね、AKB 新聞さんがやってて、ひだよ、あ、二人、確かにひだやつって気がする。あと誰だっけ、ひだ二人ですか、さゆりんと。何のイベント？ AKB 新聞さんのね、確かイベントなんですよ。二人か。で、イベントがあったんですけど、そのイベントの、そう、ミッサーとかユキちゃんがすごい気合が入ってて、頑張ってて、なんか、ゆきちゃんとかだったら1日1回あざとい写真をあげてたり、ミスさんも結構いろいろ考えてて、あの宇多田に
どうす何すればいいかなって相談が来てたからすごい頑張ってるんで。そうなんだよね、ゆきちゃんとねミッサもうどっちも応援したいからさ、今日とそうみんまエイトのみんなだから確かあれ2人だったんだよね。だからさエイトのみんな応援してたらあれなんだけど、キミリンいいなとかと思って。まあでもね、もうゆきちゃんもミッサーもナイスバディやからな。そうそうなんだよ、菅井先生に会ったことないですね。そうなんですよ、どちらもね結構良いんですね、ナイスバディだから。そうまあでもゆきちゃんは結構みんな知っとるかなと思ってますけど、結構ね不意にね不意に見せてきやがるんでございますよね、あの方はよく不意に乗っけてるんで、ね、結構気づいてらした方もいるんじゃないかなって思うんですけど、まあミッサはあれは隠れナイスバディですよねまあ私も見せてもらったことはないけど、いやーミッサーはね隠れナイスバディの虫ネですよ、みんな結構気づいてない、いや気づいてないかな、どうだろう、気づいてるかな。そうなんですよ、もう本人は否定してますけど、私はねナイスバディだと思います結構なナイスバディですよ、はい。難しいな、ちょっと待って待って、はぁ楽しい そうゆりなちゃん初水着ですよね、楽しみ。でも私はメンバーのみんなが出してらっしゃるといいよ、カチカチーンって思っちゃうけど、そう、ちょっと待って、いや。そうミッサーね、まあ見てみないと分かりませんけどね。見てみないと分からないからね、何とも言えませんけど。ちょっと今ね玉止めに苦戦してるんです。楽しみだね、誰になるか、どうでしょうかね、どうですかね、そうや、なんかさ受験の時に図書館で勉強してたんですけど、
こう気晴らしにこう勉強しすぎたら頭おかしくなりそうだったんで、気晴らしにこう図書館の本をたまにこう見に行ってたんですよ。なんかそしたらそこにあのモグロゾさんの英語版の漫画があって、そう英語版の漫画があってね、それにハマってましたね。あの受験終わったら読みに来ようと思って、受験終わってめっちゃ読みましたよ。ちゃんドゥン、全部なんか英語で書かれてる。おじゃじゃん、こんな感じです。今はそう笑うセールスマンですを一時期ハマってました。私出れないからね、言っておくけど、もう出なくてもいいよ。待って待って待って、井戸札のやつがどっかに消えちゃったんだけど、なぜだ、なぜなのだ。でもあの漫画なんかすごい面白いじゃないですか。でも私結構小さい頃からの漫画読んでて、漫画じゃないアニメ見てて、お父さんと一緒に見てたんだけど、なんかたまにすごいかわいそうなサラリーマンにそのモグロ福蔵が声をかけて、一瞬こういい感じになるんですよ。こうウヒーみたいな時期が来てバーンと脅されるんだけど、このサラリーマン確かに、まあ、ちょっとなんか、なんて言うんだろうね。なんか、あれだけど、あんなに悲しい思いして、またここまで地獄に落とされる、なんか本当にかわいそうだなってサラリーマン出てきますよね。このサラリーマンはどこまでかわいそうなんだって読み終わった時に思うサラリーマンたまにいます。そう、よいしょ。 What time is it now? あ、やばい、8時15分だ。じゃあ2時間、じゃあ30分になったらランキング読んで終わりにしますね。え、でもワンチャンですけど、ワンちゃんですけども、そう、モグロさんは天使じゃない、本当に。でも一瞬いい夢見せるんですよね。もうでもウハウハになっちゃって、ウハーってなっちゃってと思った瞬間、ドドドーンみたいなね、ブドドドドドドドーンみたいな。あれお父さん好きだったんだよな。だからすごい小さい頃からちょっと怖い、怖いなこのアニメっていうイメージ。そう、確かにあの人に何のメリットとかあるんだ。なんだろうね、あの人は本当死神みたいな感じなんですか。なんか別に特にメリットとかなく淡々と仕事の優にこなすのかな。ちゃんと全部全部、なんかあれって終わりとかあるんですかね。私は本当にアニメもつまみつまみ見て、漫画も一冊しか読んでないから、その英語のやつわかんないけど、あれって最終話とかあるんですか。特にあの短編短編じゃないですか、あれもともと短編で終わるみたいな感じじゃないですか。もうあれも短編で終わるんですかね。
ね、一話完結ですもんね。そう、面白いですよね。でもなんかいろんな人がいるんだなーってなんかいろんなねこうお化けの話とかあるけど結局人間が一番怖いっていう感じですよね。なんかすんごいことになってる。ああ分かった分かった分かった、分からないけど、これは今どうなってらっしゃるんかな。これは今どうなってるのかな。あ今ね、この刺繍をしてて中で一番のトラブル発生なり、トラブルだ。これはなるほどね、わかった。一旦もう針を抜いてここを抜く。そしたら多分一人ごとが多いけれど、多分の そうですね、多分これはここですな。 OK ポリポリ OK。 この刺繍をやってて一番のピンチを回避した。ただいま集中中、ただいま集中中、ただいま集中中、ただいま集中。入らない、入らないよ、こんな入らないよ。全集中一の方、針に糸を通す。ドライアイ、みんな気をつけます。シンゴさん、お花たくさんありがとうございます。いけ、あくあくあくかかか。糸通しってアプリあるんだ。私が小さい頃ハマってたアプリはチャリ
チャリなんちゃらってやつと、今もあるけど、あのね、猫大戦争みたいなアプリと、キッズニフティっていうゲームペイなんかパソコンゲームがあったんですよ。知ってるかな。そうそう、チャリソーキッズニフティっていうねゲームはね本当に好きだった。最近久しぶりに調べたらページ自体はあったんだけど、ちょっといろいろと改革が起こっててもう戻なくなってました。え、ね、知ってる？嬉しい。そう、なんかもうねなくなってて、昔のゲームがもう全部なんか外国っぽいねゲームに変わってた。え、そう、私キッズニフティでめっちゃ遊んでたんだよね、ほんと小さい頃。そう、なんか縄跳び飛ぶやつとか、あとその脱出ゲーム、なんか学校の階段みたいな脱出ゲームとか、スイーツの脱出ゲームとか、ほんといろんな脱出ゲームがあるんだけど、あとほんとになんか忍者みたいなやつとか、ケーキのステージをなんか飛んだりして敵を避けながら上に目指すゲームとか、なんか交通安全とかそういうのを答えながらすごろくしたりとか、そういうねアプリが、ゲームじゃないアプリじゃないってホームページがあったんですよ。私本当にそれで大好きだったんだけど、久しぶりにやりたいなって思って調べたらなくなってたよ。レイト通さないかゆいですえー、待って、糸どこ行った？ヒート、どこに？あれ？今頑張って通してた糸どこ行った？あ、行った。そうなの、超楽しいんです。あと私がやってたのは、若っきーさんにガンプ。私がやってたのは、あとね、あれです、メープルストーリーメープルストーリーやってました。あとモグラのゲーム知ってる人いるかな、モグラの、ほんとメープルストーリーみたいな感じなんだけど、モグラの、まあ、戦いはしなかったけど、あのモグラが日常生活送ってるみたい。あとね、フジテレビ、あ、入ったー。あとフジテレビの中にゲームがあって、フジテレビのホームページの中にゲームがあって、そのフジテレビのゲームもよくしてた。そう、あとはね、あとサンリオのゲームとかもあって、懐かしいよ、すごく懐かしいのだけど、そう、サンリオのゲームとか、そう、モグラのなんていう名前だったかちょっと覚えてないけど、そういう感じ。
ラブ&ベリーもしてました。カード持ってます。今はどこにあるかちょっと見つからないけど。歌いますよ。ラブと謎解きゲームもあるよ。そういう学校の階段とか。あとね、何知ってるか。あ、あとみんな女の子、あ、これね調べたら出てくると思うんだけど、女の子の顔が風船になって飛んでくゲームがあるんですよ。ちょっとトラウマなんだけど、ちょっとトラウマっていうかちょっと怖い不気味なゲームなんですけど、あれもねやってましたね。ほんと小さい頃。そう、知ってる人いないかな。あれ結構なんかね不気味で、調べたなんか最近本当にあれどういう名前だったんだろうと思って調べたら出てきました。なんか女の子頭風船飛んでくゲームみたいな感じで調べたら出てきたんで、ぜひ気になる方は調べてみてください。ちょっと名前は覚えてないんだけど怖いよね。あ、さっきズニフティで好きだったゲームはパンダがお母さんが子供の風船を膨らますゲームがあって、それめっちゃやってた。え、やって、そう、そう、女の子の頭がね風船になって飛んでくの確か。結構私ねいろいろやってたんですよ。ゲーム、スマホゲームじゃないよ、パソコン。まだスマホがなかった時代ですね。まだガラケーだった時。本当私幼稚園くらいの時から結構ゲームとかやってて、パソコンのゲーム。なんでかって言ってもお父さんがパソコンよく触ってたのとお姉ちゃんがやってたのを一緒にやってたんだけど、え、そう、ホラーっていうかね不気味なの。え、なんか別になんかお化けがダーンって出てくるとかじゃなかった気がする。普通に探すんだよね。なんか小さい頃の記憶ってほんとなんかさ夢とかに出てきたりするよね。あ、そうなんだ。もう使えないんだ。あれ面白かったっていうかすごい印象に残ってます。もう10年以上前だと思うけど、タイピングゲームはしてたけどそんなずっとしてなかった。これっていうのはないかも。なんか特になんかそのなんかやってる中であったらやるくらい。サンリオのキャラクターで一番好きなのは誰？特にないんだけど、私は小さい頃はウサハノちゃんが好きでした。あ、あとシュガーバニーズだっけ？であれシャンリオだっけ？シャンリオだっけ？あれはねすごい好きだった。小学校の時、幼稚園の時だ。あれは年長さんだの時にめちゃめちゃ好きでした。シュガーバニーズみたいな、あれはね大好きだったな。なんか本屋さん行ってお父さんに好きな本買っていいよって言われて、そのシュガーバニーみたいな名前のシールのシール帳を買って、なんか絵本屋に来たのにそれ買うのかって言われた思い出がある。っていう懐かしい思い出。歌舞伎にゃん太郎知ってるよ。キリミちゃん推し、ハッタン推し。そう、お父さんのものまね。本屋に来たのにそれ買うのか。似てる。なんか懐かしいな。なんか本当に最近てか、なんかこう大きくなってから10年以上前のことを振り返ると本当にその時ってあったのかなって思いません？なんかあったんだけどなんか夢のような感じのがする。なんか不意にんってなる。本当にあったのかな、そんな日時代みたいな。そう、なんか記憶だけ残ってる感じがしちゃう。なんか自分が本当にその行動をしたとか
実感がないっていうか。いい感じ、師匠、いい感じ。そう。何ハマってたかな。何ハマってたかな。なんかハマってたのあるかな。小学校4年生の時は本当に白熊カフェにハマってました。漫画今あるかないな。アイカツプラネットわかりますよ。でもアイカツプラネットは知らないな。アイカツは知ってるけど。え、本当に 3,4 年前、私もうお披露目されたのが夢のようだもん。なんかそういうのは記憶として刻まれてるけど、なんかすっ飛ばしてここまで来たかのような感じがする。ちょっと右に重心が寄りすぎているので、このニャンニャンはちょっと左側を向いているかのような表情にしようと思います。チョコミントさん、頭、今日の髪型、メイク、コーデ、全てが天才やと。10年前イケベにめちゃハマってた。今はチームメイトだな。そう、転生したらアイドルだった。かゆい。いや、私の夢はなんかよく芸能人の方があの人に会ってみたいみたいな企画とかやってるじゃないですか。あれやってみたいんですよねあれやってみたい。え、そう、あれやってみたいです。え、ちなみに会いたいのは幼稚園の先生。そう、幼稚園の先生に会いたい。え、ラブ&ベリーハマってましたよ、私も。うん、ラブ&ベリー結構私小さくて、その時まだ 3、4歳だったんだけど、結構ハマってました。そう、幼稚園の先生になりたいです。シルバニアファミリーも持ってますよ。赤い明かりが灯る大きなお家って知ってますか。まあ聞いたことある程度くらいだと思うんですけど、私はあれをねお母さんに買ってもらって、でそこからちょっと集めてて、でも今はそんなちょっと集めてってか、そこから幼稚園も買ったんですけど、あとキャラクターをちょこちょこ買うくらいですかね。あとはでもやってました。私ね人形がね苦手で、ポポちゃんとかメルちゃんとかが苦手なんですよ。だからシルバニアファミリーとかそういう動物系じゃないと買えなくて、買えなくて、持てなくて、遊べなくて怖くて。そう、一回ねなんかそのなんか知り合いの方でポポちゃんをくださった方がいたんですけど、もう私からしたら良い迷惑でございますよね。もう怖くて怖くて怖くて怖く、リカちゃん人形はギリいけます。リカちゃんのポポちゃんと比べたらリカちゃん人形は遊べました。なんかリカちゃん人形もねもらったりしてあったんだけど、リカちゃん人形はあんま別に好きだったわけではないけど遊びましたけど、人形は本当にポポちゃんとかは本当に苦手だった。
え、そう、髪の毛伸びたりするからね。朝7時から何がやってるの？いいのないちゃさん、ありがとうございます。キューピーちゃんもあんまり好きじゃないか。人の顔をしてる人形、まあ、ほんなんか人の顔、まあ、全部人形が顔してると思うんだけど、ぬいぐるみは全然大丈夫なんだけど、人形は無理だったね、昔から怖くて。人形嫌いな人いそうだよね。他にも一旦愛さしちゃった。質感と顔、見た目が怖い。チャイルドプレイってチャッキーですか？見たことありますね。だからそういう映画はいいんだよ。実際に持ちたくないっていう感じ。フィギュアはいける。だってフィギュアって、フィギュアはいけるんだよな。なんか、なんだろうね。正直フィギュアってなんかさ、そのキャラクターがいるじゃん。ね、キャラクターの性格とかは想像するけど、ポポちゃんとかメルちゃんとかって、なんかその持ってる子の育て方によって変わるじゃん。そう、顔白すぎる。やったね。そう、あ、顔白すぎる。あ、人形の顔。なんかね、おじいちゃんおばあちゃんの家に行くとさ、本当にそう、顔がさ真っ白でさ、着物着てる人形とか飾ってたりするじゃないですか。あれ本当に怖くて、あの部屋に一人で絶対入れない。怖いよね、人形って。そう、なんかガラスケースとかに入ってるんですよ。なんやねんこれと思いながらいつも。で、なんか本当私のひいおばあちゃんが人形とかに服作るのが好きで、なんかキューピーちゃんに服着せてたりみたいな感じなんですけど、編み物とかで、ね、そのひいおばあちゃんが、まあ、老人ホームにもう入って、まあ、もうお家に帰らないから人形を持って帰るかっておじいちゃんに言われたんだけど、全力で拒否しましたね。いや、いらないよ、人形はいらないよって。いや、ここで一つ皆様に、ここでただ20日の配信を見てくださってるこの皆様に怖い話をしたいと思います。 USJ のアトラクション、私 USJ あんま行ったことないんだよな。2回しか行ったことない。1回は家族で行って、もう1回はあの AKB のイベントで1回だけ行っただけだから。あれは私の母が子供の時の話でした。私の母の友達に A ちゃんという女の子がいました。A ちゃんは普段から少し霊感がある女の子でした。そんなある日、 A ちゃんのお家に母は遊びに来ました。 A ちゃんのお家にはリカちゃん人形がありました。ねえねえ、このリカちゃん人形の髪の毛切っちゃおうよ。母と友達 A ちゃんはリカちゃん人形の髪の毛をバッサリと切りました。そのまま A ちゃんと母が遊び、子供部屋にいたんですけど子供部屋を出てリビングに行って戻りました。話し方めっちゃ下手くそなんですけど、するとおかしい、さっき切ったはずのリカちゃん人形の髪の毛が元に
戻っていたのです。キャー以上です。あ、ちょっと見て、ちょっともう全部できましたよ枠は。まあ、まだまだなんだけど、このまま鼻とかも作っちゃおうかな。っていう話でした。まあ人形にはね、魂が宿りやすいって言うんで、皆さんもリカちゃん人形の髪の毛を切った時は伸びていないか確認してみてください。ほっ、他にも怖い話が聞きたかったら言ってくださいね。あの全部ね、本当にあった怖い話をしたいと思いますので、あのもし怖い話が聞きたいよっていう方いましたら言ってくださったらするんで。かゆい鼻が。あ、皆さん一人暮らしですか？もしかしたら今日夜寝れなくなっちゃうかもしれないけど、それでもよかったら話しますよ。じゃあ最後にもう一個ね、話をしたいと思います。いいですかいいですか、そろそろ熱くなってきたんで。さっつんさん、ありがハート。怖い話好きな人って嫌いな人いるよね。最後にこの話をして終わりにしたいと思います。怖い話のテロップもつけとこう。あ、そうだ、 AKB でなんか怖い話の映画やるじゃないですか。宇多田呼んでくれたらたくさん話したのに。たくさん話したのに。ちょっと暗くしたら私も怖くなるんで。私は4人姉妹なんですよ。まあ私がね、次女で、長女、私次女、まあ、三女四女っているんですけど、まあ基本的に母が小さい頃霊感があったんですね。だから、まあ、4人ともなんか結構小さい頃お化けがって叫んだりとか、私とかが、まあもともとなんかその少しなんか幽霊っぽいものが見やすい家系というか遺伝があったんですけど、特に長女と
四女は未だにお化けが幽霊が見えるんですよ。はい、ちょっと一瞬耳鳴りがしてきましたけど、怖い、怖いよ自分で話してて怖くなる人。そうなんですね。である日長女が学校の通学路を夜に見た時に電柱の影の方ってランニングをしているような人影が見えたんですよ。でふと上を見たらその人は上半身がなくて下半身だけで立ってたんですね。それが姉の小学校の頃の話なんですけど、あ、小中中学か。まあ月日は過ぎて何年かな、まあ5、6年かな、7年くらい。まあ結局下半身だけの人が立ってたんですね、通学路に。まあ暗めの時に、ちょっとさっき覚えてないんだけど、で立てたんだよねっていうのを私も聞いてたんですよ。ちょっと最近っていうか、妹が小学生になって学校にも行くようになった時に、ある日お母さんにこう言ったんですよね。通学路にあそこお化けいるんだよね、いたんだよね、見たんだよねって言ってて、どんなお化けだったのって言ったら、下半身しかないお化けだったよって言ったんですよ。ガー怖くないですかっていう話です。っていう話、怖くないですか。え、怖いですよね。私はすごく怖い。すごく本当の話ですよ。本当の話です。松弘さん、まあ信じるか信じないかはあなた次第ですって感じですけど、本当の話ですよ。耳がやられた、ごめん。そう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 、ありますよね。え、でもね、こういう話をするとね、よく言われるのは、ハッツンちってお化け見えそうだもんねって言われる。なんか多分変人だからかそう。何キラーブレイドってで、すんごいさ YouTube の時がいるんですけど、AKB 劇場もいるって言いますよね。結構怖いですよ。取り憑かれやすいタイプでは別にないと思います。うん、特にそういうわけではないかも。開けないでくれ、やめてくれ。はい、何ですか。ご飯食べないんですか。はい、何閉めてください。閉めてください。ポコちゃんですか。ポコちゃん、おやこもん、
見せてあげて。僕は猫アレルギーなんだ、ずっと言えなかったけど、宇多田の家には可愛いポコちゃんいるよね。いつも写真見せられるとポコちゃん肌ってアピールして、抱いてみたい。そんなこと、みんなに顔を見せてあげて。ちょっとポコちゃん白いからね、ショールーム見せるといつも顔が反射するの。ポコちゃん肌ってポコちゃんどこ見てるの。かわいい、かわいい。ポコちゃんどこ見てるの。かわいい。ちょっとポコちゃんを映すにはね、照明を消さないとね、見えないのよ光が。あ、ダメだ、のけぞってしもうた。もう一回、もう一回みんなにアピールして推しメンを増やそうよ。ポコファンを増やすんだ。かわいい。それそのまま、そのまま。ほら。ご覧。これが宇多田のファンのコメントだよ。どういうか。今手で押さえてるやろ。おお、抜け取られた、抜け取られた。あら、かわいい。後頭部、あら、かわいい。君かわいいね、君かわいい。ちなみに昨日お風呂入ったらしいです。入れられたんだよね、妹にね。かわいそうにね、許してやってくれ。ちょっとこっち側見せたいんだけど、ちょっと映らないね。ポコちゃん、そう、おとなしいんですよ。ポコちゃんは最近ね、最近っていうかまあ結構前からだけど、あれなんですよ、あの迎えに来てくれるようになりました。玄関まで家族が帰ってくると。そうなんですよ、ちょ暗いですね。やっぱりポクちゃんはもう発光しちゃうんですけど、照明つけさせていただきますね。いやー、かわいいですね。え、懐いてない？どうして懐いてないと思ったの。まず懐いてなかったらこんな風に触らないからな、この足の人な。みんな、いや猫飼ってないとわからないと思うけど、猫って結構敏感な動物だから、こんな肉球プニプニして怒られないことなんてないよ、なかなか。こうやって肉球プニプニしても怒られないんだよ。ほら見てごらん、肉球プニプニしても怒られないんだよ。見てごらん、食って食べようとしても怒られないよ。あーってしても怒られないからね。ポコちゃんここにいるよ。みんなも肉球プニプニしてみ、野良猫とかに。絶対怒られるから、絶対怒られるからね。ねえポコちゃん、うん、かわいいね、うん、かわいい。ポコちゃんいつもこんな感じなんですよ、脱力系猫なんで。本当な、されるがままにいつもみんなにそうやんね。ねえポコちゃん、これ顔を見せたい。もうこの顔、もう超幸せそうな顔してるから見せたいな。写真撮って見せるね。じゃあポコちゃん、ここを撫でたらね、気持ちよし。ちょっと、
しました？伝わらない。え、あのね、ポコちゃんはね、夜になったら泣きますよ。どうじゃん、夜になったら結構泣く。うにゃっうにゃっ。よし、今日はね、1時間くらいおいおいおい1時間くらいやって、まあ枠組みができました。こんな感じ。ちょ見えますか？そう、かわいいよね。僕はシャーと挨拶します。いい挨拶だ。そんな感じ。そんな感じです。ちょっと待ってくださいね。今日の配信みんな付き合ってくれてありがとうね。長かったと思うんだけど、おかげで楽しく刺繍の練習ができました。刺繍うまくできるようになったら、どんどんいろんなのを作りたいなと思ってるでございます。もちろんパピを作りたい。あとはポコちゃんとエイト君も作りたいですねって思ってます。まあ、今日刺繍をやった感想としては、あの、楽しいですね。楽しいのが一番。あ、靴下もいいですね。靴下いいね。靴下いいね。確かに。なんか100均とかでさ、無地の靴下売ってるじゃない。そういうのにワンポイント入れたいなって思ったりとかするもんね。いいやんけ。靴下いいですね。そうですね。結構いい趣味なんじゃないかと思う所存でございます。これ最後駒止めしないといけないかな。ちょっと短すぎて失敗したっす。長すぎるなとかと思いながら切ってたら近くなってた。ポカちゃん女の子です。配信も以外で進めて、完成したらまた写真撮りますし、もしかしたらまた作りながら配信するかもしれないです。よし、ランキング読むぞ。顎がかゆい。ランキング読みます。13位、スノーさん。スノーさんありがとうございます。12位、ケンさん。ケンさんありがとうございます。11位、 YSA73 アットマーク AK ビンゴネオ、出演おめでとうさん、ありがとう、みんなのおかげです。10位、しゅんごさん。しゅんごさんありがとうございます。9位、のりさん。のりさんありがとうございます。8位、おかっきーさん。おかっきーさんありがとうございます。7位、わさっぴさん。わさっぴさんありがとうございます。ありがとうございます。6位、純也さん。純也さんありがとうございます。5位、さかさん。さかさんありがとうございます。4位、チョコミントさん、アットマーク推し面が可愛すぎて怖かったです、ありがとう、ありがとうございます。3位、ひらぎ、アットマーク20日、今日めっちゃ可愛いさん、ありがとうございます。ひらぎさんありがとうございます。そして2位は、エースのアペアとマークゆうさん。エースのアペアさんありがとうございます。そして1位は、かっちゃんさん。
かっちゃんさん、なんかすんごい強そうなアバターですね。かっちゃんさん、ありがとうございます。ということで、ちょっとね、刺繍をしながらの配信だったので、すごい長くなっちゃったんですけど、まあ結構いい感じですね。初めてにしてはいい感じなんですか、じゃないですかね。まあちょっと出来上がったものを着るかどうかは置いといて、いいですね、かわいい。もっと上手くなれるように頑張ります。みょん、完成したら見せる。トモアトマーク、佐藤ななみアトマーク、井上美優アトマーク、藤井や長いな長いな名前が。アトマーク前田のぞみさんかな。アトマーク村上ゆき、アトマーク ゆぴぴさん、ありがとうございます。ハートありがとうございます。武蔵ボビーさん、お疲れ、ありがとうございます。ということで、早く終わらせると言いつつすごい長くなっちゃったんですけど、見てくれてありがとうございました。え、今日聞いてください、やっぱりやめておきます。いや、言うと、今日私ね、ダイエットしてるんですよ。言いますね、じゃあ。ダイエットして、まあ一旦目標の体重があったのだけど、体重計が壊れてて測れなくてね、なんかほんと絶対ありえないだろうっていう体重が出てたの。でも今日朝測ったら、ワンチャンこの体重ありえるなっていう体重が出てきて、なんとその目標の体重まであと1キロで、嬉しいってなったんだけど、もう今日はご飯たくさん食べるって決めてたから、昼ご飯ちょっと昼ご飯たくさん食べ過ぎちゃったんで、もうまた太ったんじゃないかなと思いますけれど、頑張ります。絶対にありえない、そう思ってたのに、なんだかポコピー、ポコちゃんのことが好きみたい、ポコパピちゃん。そうです、次体重計買おうと思うんですけど、何がいいと思います、おすすめあります。やっぱりなんだっけ、タニタだっけですかね。でもやっぱ体脂肪率測れるようになりたいから、なんか一回買ったんですよ、体脂肪率測れる体重計。でもなんかそれ安かったのか、すぐ使えなくなっちゃって、なんかすぐ使えなくなっちゃって、結局昔のを今使ってて、だから新しいの買いたいんですよね。パピちゃん元気です。一時は正直どうなるかと思いますけど、パピとても元気なりです、ご安心ください。パピ元気です、パピ元気です、パピ元気。そう、迷ってる、保健室のあるやつ置く場所ないよ。オムロンの体重計、そうなるの、見てみます。そうやねん、パピちゃん元気やねん。よし、もうあっちに行く準備もできたし、それでは皆さんにお別れの挨拶をしたいと思います。 Today Thank you for my showroom、 Thank you for、 今日は私の配信を見てくれて本当にありがとうございました。あ、明日は花金ですね。まあ土日休みじゃない方は特に花金とはないかもしれませんけれど、そうですね、個人的には金曜日というものは小学校からの名残、いや幼稚園からの名残で、とてもとても大好きな曜日です。金曜日にクレヨンしんちゃんを見て、ドラえもんを見る、そういうルーティンがありましたが、知ってましたか？
ドラえもんとクレヨンしんちゃんって金曜日じゃなくなったらしいですよ。私はこの事実を知って衝撃を受けました。え？あの金曜日にクレヨンしんちゃんとドラえもんを見て、あーこの1週間頑張ったな、休みだ、やったっていうルーティンはもうできないの？クレヨンしんちゃんとドラえもん土曜日になったの？そんなことを思いながら明日も私は花金を迎えます。充実した金曜日、充実した土日、そしてまた新しい1週間が始まります。皆さんも今日も頑張った、明日も頑張る、休みの日くらいゆっくりしましょう。以上、宇多田ハツカです。間違えた、 AKB48 チームメイトチームホーキン2の宇多田ハツカでした。お母さんお父さん、今日もここまで育ててくれてありがとう、ありがとう。以上です。マックス鹿児島世界を救ったありがハート3つ。それでは皆さん、今日も見てくれて本当にありがとうございました。 Thank you for my watching showroom。 バイバイ。切ります。